はい、皆さんこんにちは。今日はですね、 iPad でコラージュ画像を作る方法を紹介していきたいと思います。コラージュ画像っていうのは、いわゆるですね、雑誌とかなんか画像とかをね、切って貼ったりして作るアート作品みたいなものなんですけど、それをですね、デジタルでもできるアプリがあります。で、それがペーパーっていうアプリになります。で、以前もちょっとね、ペーパーの使い方動画、1本出したんですけど、それもよかったら合わせて見てもらえると嬉しいです。で、このペーパーっていうアプリなんですけど、基本的にはスケッチアプリとして使うものですね。軽いイラストを描いたりとか、そうですね、あとは思いついたアイデア、デザインアイデアを描いたりするアプリになるんですけど、このアプリはこんな感じで画像を切って貼ったりっていうすることもできるんですね。で、こんな簡単にこの画像を切り貼りしてコラージュ画像を作れるアプリっていうのはなかなか他にないので、こういうコラージュ画像を iPad で作ってみたいっていう人はぜひおすすめなのでダウンロードしてみてください。で、このアプリですね、基本はただで無料でダウンロードができます。なんですけど、アプリ内課金があってですね、それが、月額900円か900円ぐらい月額がかかりますね。で、こういうコラージュ画像を作ろうと思ったら、そのアプリ内課金をしないと、作れないです。なので、無料でダウンロードして、もしこういうのね、作りたい人はぜひね、課金をしてみてください。で、今日はですね、このコラージュ画像の作り方に特化して、ちょっと説明していきたいと思うので、ぜひ楽しんでもらえればと思います。じゃあ、始めていきます。まずペーパーでノート開いてもらって、これこの前描いたロンドンの絵ですね。で、次のページ行きたいときは、この右側の端っこの方をですね、2本指でこうスッてスワイプしてあげると新しいノートが出てきます。で、この下のところにたくさんこんな感じでブラシが並んでいて、結構種類ありますね。6種類ぐらいあるのかな。で、こんな感じで多角形ツールもあるし、塗りつぶしのツールもあります。で、色もすぐに変更することができます。色のバーがね、ありますね。で、このブラシの太さを変えたい時なんですけど、ブラシのところをこんな感じで上にフュッて持ち上げてあげるとブラシが太くなるし、逆に下にフュッて下げてあげるとブラシが細くなります。なので3段階で調節することができます。で、あとはこの水彩のブラシでこうやって色を重ねてあげて、左から2番目になじませツールがあるんですけど、このなじませツールでこう上からなぞってあげると色が馴染んでぼけてくれますね。これもなかなかいい機能ですね。で、一番左が消しゴムです。消しゴムもこうやって上にヒュッてあげてあげると太さを変更することができます。で、この消しゴムのところをタッチしてあげるといろいろポップアップ出てくるので、その中からすべてをクリアっていうのを選んであげると、画面のキャンバスの中全部が消えます。で、私がね、好きな機能としてはこのブラシのツールがあるんですけど、ブラシのツールでこうやって囲ってあげるだけで中が勝手に塗りつぶされるツールがあるんですけど、これがね、結構お気に入りです。よく使ってます。で、これがね、ざっくりツールの紹介なんですけど、コラージュを作るときはこの一番右側に画像のボタンがあるので、これを使ってやっていきます。で、まず画像のボタンを選択すると、ここに画像プラスっていう項目があるので、ここを押して、この中から、カメラロールに入っている画像が一覧で出てくるので、ここからですね、自分がコラージュ作りたいものを、選択していきます。で、今回はこのヨガのね、すごいポーズの、お兄さんと、あとはフラミンゴかな？フラミンゴでね、いい感じのやつがあったので、それと、あと花ですね。花もちょっと散りばめたいので何種類か、出しておきます。はい。で、このね、4つの画像を使ってコラージュ作っていきたいんですけど、まずちょっとね、画像の配置についてちょっと先に説明しておきます。こうやって何個も画像を重ねて、一番向こう側にある画像を一番手前に持っていきたいときは、こうやって画像をタッチ、ホールドしながら他の画像をタッチしてあげるんですよ。そしたらこんな感じでレイヤーの順序が変わっていきます。
で、このペーパーはですね、基本的にレイヤーっていう概念がないので、こうやって画像をホールドして、もう一個の手でタッチしながら、画像の順番を変えていってあげます。で、コラージュして、どんどん画像が重なっていくと、一番手前に来る画像がどれなのかっていうのは結構大事になってくるので、このテクニックはしっかりと覚えておいてください。で、こっから画像を切り抜きする方法になっていくんですけど、まず画像を選択すると、ここの下に、ポップアップ出てくるので、この一番左側のハサミマークを選択します。で、この状態で、Apple Pencilで、こうやってね、際のところを、ゆっくりで大丈夫なんで、なぞっていきます。で、これ途中で手を離しちゃうと、この切り抜きが止まっちゃうので、最後まで囲みを作れるまでは、Apple Pencilは画面から離さないように、ゆっくりゆっくりなぞっていきます。で、コツとしてはね、この、切り抜きたい、この場合だとフラミンゴのちょびっとだけ、内側をなぞってあげるようにして、切り抜きしてあげると、跡が綺麗になります。で、こんな感じでですね、うまく囲みが作れたら、手を離してあげると、こうやって、パーツが別々になってます。で、このフラミンゴのメインだけ残して背景はいらないので、背景を選択した状態で、ゴミ箱ボタンを押してください。そうするとね、こうやってフラミンゴだけが残ってくれるんですよ。ね、こんな感じですごい可愛いですよね。で、こうやってね、ちょっと、残っちゃった部分も後から、ハサミで囲ってあげて、ゴミ箱ボタンを押してあげると、綺麗にトリミングができます。で、この要領でですね、他の3つの写真もどんどん切り抜いていきます。でね、この男性のね、ヨガのポーズの画像に関してはちょっと難しいので、こういう難しいオブジェクトを切り抜きたいときは、ちょっとずつちょっとずつ切り抜いていくのが、正解かなと思っていて、例えばここだと、この部分だけ選択して、ゴミ箱ボタンで消す。で、もう一回画像を選択して、ハサミボタンを押して、で、残りの部分、背景のところをどんどん削り取っていくような形で、切り抜いてあげます。で、ちょっと慣れるまでね、時間がかかるんですけど、この切り抜きするのね。なんですけど、慣れてきたらね、超楽しくなってきて、もうずーっとやっちゃうから、ぜひね、皆さんにもやってほしいです。で、あとはね、何の、画像を選ぶかっていうのも結構重要になってくるので、まあ、その辺はね、いろいろ試行錯誤しながらやってもらったらいいんですけど、私がよく紹介してるアンスプラッシュっていう画像のサイトとかで見つけてきてもいいし、あとは、D マガジンとか雑誌のアプリあるじゃないですか。で、ああいうので気になったページスクショして、まあ、コラージュしてあげてもいいと思います。私のね、YouTube チャンネルではそういうのやったらちょっと怒られるんでね、やらないですけど、皆さんは多分指摘で使う分には全然いいと思うんで、そういう雑誌のね、アプリとかを使って、いい画像を見つけてきてコラージュするのでもすごいいいと思います。はい。で、こんな感じで全部画像が切り抜けたら、こっからね、どん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 画像を重ねていきます。で、この重ね技も結構アイデアが問われるというか難しいところなんですけど、画像を大きくしたり小さくしたりすることもできるので、その時は画像を選択して2本指でこうピンチしてあげると大きくなったり小さくなったりします。で、画像を選択すると、下に複製ボタンっていうのがあるので、左から2番目かなが複製ボタンになるので、それを押してあげると、同じ要素が、画面の中に何個も何個も現れてきます。
なのでこのお花とかはね、どんどん複製してあちらこちらに調べて散りばめていきたいと思います。で、まあ、今回ねこの画像を選んだ理由としては、このヨガのねお兄さんのすごい体の曲線美と、あとはフラミンゴのねこの曲線美を掛け合わせをしたくてこれにしたんですけど、あとねこのなんかエレガントな感じをこう花でねブワーってやってみたかったんですよ。でこのねオレンジの花もどんどん複製して重ねていくんですけど、まあ、一番向こう側に花を作ってもいいし、複製して手前に持ってきたりすることもできるので、その辺のね画像の位置順序っていうのもいろいろ検証してみてください。で最後ですね、ちょっと差し色が欲しいなと思ったのでグリーンを入れていきます。まあ今のままでもいいんですけど、ちょっとねピンクピンクしすぎてるので、ここでちょっと緑を入れていきますね。でこの葉っぱの画像を選択して、さっきと同じように切り抜きで、どんどん切り抜いて、最後後ろにねこの差し色を入れていきたいと思います。でこの葉っぱがね結構細かくて切り抜くの大変だったんですけど、まあ、細かい作業ね好きな人だと楽しいかもしれないですね。で私はあんまり細かい作業はね好きじゃないとかっていうか苦手かな、ダイナミックな絵を描いたりする方が好きなので、ちょっとこれは苦戦しましたね。でまあこんな感じで、無事に切り抜けたので、まあ、こんな後ろにね、入れてあげて、画像の順番を調節してあげて、まあ、ジュープリケート、複製ですね、複製してあげて違うところにも入れてあげます。こんな感じかな。結構ねたくさんものが増えてくると難しくなってくるんですけど、でもね結構うまくいきましたね。すごいこのヨガのお兄さんから花とかいろんなものが咲き誇ってるようなコラージュになりました。いい感じ、いい感じですね。はい。でここでちょっとね背景に、色とか塗れるかなと思って検証してみたんですけど、この一番向こう側背景にはね色が塗れなかったですね。こうやって塗ろうとすると一番手前側に色が塗られてしまうので、このブラシと画像のコンビネーションっていうのはあんまり良くないなっていう感じはしました。なのでちょっとねブラシで何か色を加えたいなと思ったら、色を塗っていらないところを消しゴムで消すっていう方法はできますけど、ちょっと現実的じゃないなと思ったので、まあ、今回はこのペーパーでやりたいときはコラージュ、本当に画像だけを切って貼ってするのにすごい向いてると思います。でまあこんな感じでねサインはねちょっと書いてあげるとおしゃれに見えるかもしれないですね。はい、ということでねこんな感じで完成にしたいと思います。どうでしょう皆さん、コラージュやりたくなったでしょぜひねやってみてください。でもしねこの動画が役に立ったらいいねボタン押してもらえると嬉しいです。で他にもねペーパーの使い方以前に動画出してるので、それはね概要欄のところとかにリンク載っけておくので、ペーパー気になる人は見てみてください。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。